学を受けた時は、まあ、あの正直ちょっと年齢自分の実年齢よりもとても若くてですね、あの、まあ、その当時の人たちのことを考えると非常に熱い、あの、人なんじゃないかというふうに思っていて正直なところ僕にはそこまでの情熱というか、あの、志みたいなものがないので、まあ、いざやってみて、そうですね、やっぱりそういうところは、割と今の人たち僕も含めて、まあ、なんとなくこう流されて生きてるような感じがすごくあったりして、だけどその当時 の、 そのやっぱりその新選組だったりそれに賛同する人たちだったりっていうのは、やっぱりこう思いが非常に強い人たちなので、そういうところを出せればいいなと、そういう重い志がこう持てれば、持てる人にも伝わるかなというふうには思っています。そうですね、あの、まあ、いつもそうなんですけど、まあ、やってきたことをそのまま出せればいいかなと、あの、まあ、稽古なり自分で考えたことをそのままお客さんはい、ありがとうございます。